ロビンとフランキーの奪還を果たし、ウォーターセブンに帰還した麦わらの一味。しかしゴーイングメリー号を失い、先の海へ進むメドを立てられずにいた。そこへフランキーが現れ、一味の新しい船を作らせてほしいと頼んできた。フランキーは念願だった夢の船を作り、それをルフィたちに託したいというのである。フランキーはアイスバーグやガレーラカンパニーの職人の協力を得て新たな船を建造する。その間、ルフィたちは未だ戻ってこないウソップを待ちながら一時の平穏な日々を送っていた。しかし事態が急変する。ルフィたちのもとに海軍の大物が乗り込んできたのである。お金だルフィ。痛え？パンチだぞ今の。ゴムに効くわけ。ファイアル拳は防ぐすべなし。え、じいちゃん？目を離してみればこのざまだ。赤髪に毒されおってくだらん。シャンクスは俺の命の恩人だ。悪く言うな。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。いやー、ごめんなさい。ダメだ、あのじいさんに対する闘争心はすでに折られてる。じゃあどうすりゃいいんだよ。みんな、今のうちに逃げるぞ。おお、いかんいかん、寝ておった。お、ルフィはどこじゃ。まだ話は終わっちゃらんぞ。こっちだ麦わら、君は出てきて。フランキーの代わりに俺が見せよう。おお、でけー、かっこいい。ルフィたちはあそこにおるか。すぐに向かうぞ。ウソップが来るまで出航はできない。海軍がこの船を守るぞ。麦わらさん、兄貴が作った船、俺たちも守るぜ。どんどん弾を撃ってこい。そりゃそりゃそりゃ。素手で大砲を撃った。ドッグルーン。なあ、船の名前決めとかねえか。6番ライオン号はどうだ。ライオネル親子。暗黒。一種ひまわり。ちょっとどんな装備よあんたたち。まあとにかく今船を壊されにいらしい。あそこにルフィさんが。ドッグルール。行くぞ。
海軍が持ってたこの手配書、全員の首に賞金がかかってるわ。うわー、上がった、ソゲキングにもついてるぞ。可愛く撮れてるからそれはいいけど、とうとう私も賞金首か。誰だ、なんで俺だけ選んだよ、これのどこが俺だ。笑われるんだ、俺は世界中のレディーから。俺だって海賊だぞ、ちゃんと男らしく戦ったんだ。物申すぞ、五重ベリー。まあ次頑張れよ。大変だ、フランキーの兄貴も賞金首に。マジュアルさん頼む、兄貴を海へ連れ出してくれ。このウォーターセブンにいちゃ兄貴の命が危ねえ。弾切れか、自分で調達してみるか。チビのコビーしか知らねえぞ俺は。そのコビーです、泣き虫でダメだったコビーです。ほんとか、お前成長期にも程があるぞ、なんでグランドラインにいるんだ。まだまだ将校には慣れてないけど、今は本部でガープ中将に鍛えてもらってるんです。ルフィさんたちはさすがですね、このペースならグランドラインの前半の海はすぐに制覇しそうです。ルフィさん、このグランドラインの後半の海の呼び名を知っていますか。人はもう一つの名でこう呼ぶんです、新世界。次の時代を切り開く者たちの集う海、その海を制した者こそが海賊王です。新世界。の孫だから捕まえるのはやめた。おう、ルールはうまく言い訳しておいてやる。そんな言い訳が通じるわけないでしょう。あれだけでも一命を捕らえるぞ。いつか海賊王になるんだ、この百獣の王の権威まで。フランキーからの電話も。フランキーはどこにいるんだ。あいつにくれたんだ船大工。本気であいつを連れて行く気があんのか。力ずくで連れて行く、それが唯一の手段。チェックルフィニオムか、逃げろ、パンツを上手に叩かな。ネジム、メギワラさんなら兄貴を海に連れ出してくれるはずだ。あれは賞金庫、サイボーグフランキーの手下だな。捕まえてフランキーの居場所を吐かせろ。パンツ返せこら、俺の一丁だ。上等だ、俺ら全員束になっても俺にはかなわねえこと分かってんだろうな。
られるのも今のうちだ。これから逃げようなんざ。悪念はえ。ドッグルール。フラッ。偉そうに、なんでわしが引き返さなきゃならんのじゃ。でんでん虫で孫だからってあんた言うからでしょうが。やかましいわ。黙っとれ青二歳が。おいルフィ、聞こえとるか。こちらじいちゃん、こちらじいちゃん、いろいろあってな、すまんが、やっぱり海の木図となり。捕まえねえって言ったじゃねえか。さあ始めようか、小僧ども。さあ、わしを舐めとったら怪我するぞ。島を出るとでも思ってんのか。子供たちを家の中へ。
Let's go!
ら。移動する。取ったぐらいで、そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待てフランキー。こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよフランキー。なんだ、ねえ、頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しぐらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不憫だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。行ってくれ。誰一人こっちから迎えに行くことは俺が許さん。間違ってもお前が下手に出るんじゃねえ、ルフィ。俺はあいつから頭下げてくるまで認めねえぞ。いいかお前ら、こ
こんなバカでも肩書きは船長だ。船長が威厳を失った一味は必ず崩壊する。今回の一件に何のけじめもつけずうやむやにしおったんなら、それは俺が絶対に許さん。待ってよゾロ、確かにあいつも悪いとこあったけど、それは帰ってきてから言いたいだけ言えば。一味を抜けるってのはそんなに簡単なことなのか。俺たちがやってんのはガキの海賊ごっこじゃねえんだぞ。ウソップの第一声が深い謝罪であればよし、それ以外ならもう奴に帰る場所はない。そうだな、一度は完全に別れたんだ。黙って待とう、ウソップを。船にたどり着けなきゃ謝れもしねえ。あいつの周りの敵を倒すくらいいいよな。つまらねえじゃん、好きにしろ。全く手を出さねえってのもあれだよな。どういうつもりなんだよ。
袋で引き上げるが、最後に少し話をしようや、ニコロビン。なぜいつものように逃げ出さなかった？お前一人なら CP9 から逃げ出せたはずだ。今までとは違うと言ったでしょ。彼らを見殺しになってできなかった。20年前のあの日、お前を島から逃がした俺にはその後の人生を見届ける義務がある。宿る気もなく飛び回る危険な爆弾をこれ以上放置できない。俺は今回小原の全てに決着をつけるつもりでいたんだ。何よりお前はもう死にたがっていると思った。やっと宿り人が見つかったのか。え、お前を生かしたことは正しかったのか間違いだったのか、これからお前はその答えを見せてくれるのか。そのつもり。だったらしっかり生きてみせろ。小原はまだ滅んじゃいねえ。青吉。
しくあがいてみようじゃねえか。悪いな、助かった。支援フルール、ゴゴゴゴノー、ラブラブル、特定アウ、行くぜ。リュウ、ルフィ、乗れ。あいつは置いてく。わかった。出航する気か。わしらも船で追うぞ。本当に別れ酔ってんだな。そうかい。もういいよ。それなら最後に一つ言わせてもらうぞ。ごめん、意地張ってごめん、俺が悪かった。今さらみっともねえんだけども、俺1秒やめるって言ったけど、あれ取り消すわけにはいかねえから。ダメかな、頼むからよ、お前らと一緒にいさせてくれ。伸びしろ、俺を仲間に入れてくれ。サウザンドサニーか、いい名前だ。名前が決まると執行の気が引き締まるもんだな。よろしくな、サニー。さあ行くぞ、驚異の緊急加速装置クウドファースト。うおお、やるよ。メリー号にできてこの船にできねえことは何一つない。だが、あの船の勇敢な魂をこのサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつがおめえらの船だ。ああ